今回の動画はですね、久々の N ゲージの開封動画です。まあですね、この N ゲージ、2ヶ月前に買ったんですけど、開封動画撮るの忘れていましてね、今頃撮ることになってます。今回買った車両はですね、JR 西日本125系3次車です。ではね、開けていきたいと思います。こんな感じですね。横浜のポポンボッタで4700円しました。ですけど、パンタグラフが欠品だったので500円かかってしまってね、5000円ちょっとかかっちゃったんでね、ちょっとかなりお高い感じになっちゃいましたね。新品買えばよかったかなってちょっと後悔しつつあります。前面はこんな感じですね。では前面のライトをつけてみたいと思います。前面のライトをつけようとしたら1両編成なので走ってしまいました。ちょっと確認するのは難しいですね。続いて側面です。帯のラインは緑色だけかと思ってましたけど、緑の下にうっすらグレーのラインが入ってるんですね。ということに今気づきましたね。前面の方向幕は何も貼られてませんね。いつか小浜行きとか敦賀行きとか貼ってみたいと思います。最後に走行動画をやって終わりたいと思います。